始まりました。ミクチャ TV 丸々な人たち連れてきました、司会の菊池嘘つかないです。よろしくお願いします。はい、同じく司会の高野由依です。よろしくお願いします。そしてソルティーズの塩村と塩澤です。せーの、サラ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 。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん一斉にやっていただいてありがとうございます、ね、ありがとうございます。やってんのかな、ね、やってました。はい、慣れてきていただいて初めて俺分かり見ました。初めて見ました私も初見ですよ。はい、すみません、本当ね。はい、いや、ソルティーズ、はい、ソルティーズは、はい、まあ、いわゆる男子ユニットということになるんですよね。男性ユニット、はい、全部で何人？4人です。4人、うん、で なぜこの番組は2人なんですか？確かに、ちょっと権利とかの関係で出れないメンバーがいる。めちゃくちゃ大丈夫だじゃあいいじゃん別に。ない意外とややこしい。スタッフさんに気に入られてる我々だけです。そうです、そうです。残りの2人は嫌われてるだけです。そういうことね。権利とか関係ないです。ややこしいな、いろいろ。嘘つきたくないです。いいね、嘘つかない、いいね。なるほどね。この番組だけそれつけてくれてるのは、はい、まあ、この番組の執事的な役割ということなんですね。そういうことですね。執事的な役割ちゃんと知ってます？え、完璧じゃないですか。我々からするとなんかちゃちゃ入れる邪魔なやつらになってます。そうですよ。ちょっとそれは本当に裏で怒ってくださ いそんなこと言うのはないですけど、まあ、ちょっといろいろ今日もやっていただくと思います。今日も執事見せてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この番組はですね、スマホでライブ配信、視聴や動画編集、投稿などができるコミュニティアプリミクチャ内のオーディションで勝ち上がった人だったり、配信を頑張ってくれている人へのご褒美番組となっております。ご褒美番組、そうなの。ご褒美らしくしてくださいね。ご褒美らしくできるように頑張ります。そうだね、我々がなんかご褒美です。ちゃんともう来てよかったと思える番組にしなきゃいけないわけですから。そうなんですよ。はい、1回目2回目男性アイドルが来てくれましたけど、なんと今回はミクチャ内の配信で人気のレースクイーンの方たち3人も来てくれました。いや、ちょっとだから今までとまた雰囲気違いますよ。そうなんですよ。だから余計変なことしないでください。しないです。執事としてね、僕たちはもてなしますから。我々が浮き足立ってる感出したら、あいつらやっぱり女のゲスト良かったのかみたいな空気になるから、そこ気をつけないと。厳しめにいきましょう。厳しく、逆に厳しくいきます。わかりました。そうしましょう。わかりました。はい、それではですね、なんとファッションショー風に登場していただきたいと思います。ちょっとどうなら、楽しみですね。どうぞ。今はいない。ハットも買ったんだ。テラスでお茶してる。カメラ始めたよ。一人で頭ポン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 。誰か紹介して。紹介したいと私に思わず筋トレ始めたよ。そりゃもう。なんか今までとはまたガラッと感じが違う。番組が変わったみたい、ね、番組自体変わったみたい。じっくりお話聞きましょうな空気じゃないですけど、ね、確かに確かに。はい、ちょっとじゃあお一人ずつ、ね、自己紹介の方をそうです、ね、お願いしましょうかね。はい、はい、2019レイビックレースクイーンの相澤奈々子と申します。よろしくお願いします。はい、2019スノコイメージガールの後藤優希です。よろしくお願いします。はい、2019アルナージュラブリーキャットの藤宮海です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと座ってもらうのがもったいない。確かにね、したいので、でも背が高すぎてちょっと見上げちゃうので、ね、ちょっとユーポ一回立ってみたら。いや、ちょっと今日ヒール履いてないから。いや、言ってくれたらヒール履いてください。いい、そんな嘘の。ちょっと挟まないでください。ちょっと行ってみよう、ユーポ。行って間に行かせてもらおうよ、ほら。そんなスタイル
イル悪いでやってないんですから、ね、確かにね、にいやそうだよね。あでもやっぱ背の高さが、ね、背が高い、なんか子供の気分、ちなみに相澤さんの身長は173センチです。特にやっぱり大きいから、ね、結構我々ズルしてますよね、今日そうですよ、ズルズル。2人はそこまで身長は160ちょっとくらいです。166ぐらいです。162です。あでもゆいこもね、はい、だこれ靴グッと高いの履けば並べますよ戻ってください、ゆいこ戻ってください、座りましょう皆さん。いやゆいこ、ゆいここっち戻る、そっちがいい、今日ダメです、ダメです、いけないことはないですけど、ダメですよ、こっちで働いてください。いやなるほど、やっぱさすがレースクイーンやられてる方々、みんなスタイル、みんな足が、いやいやそうか、こんな座り方しなきゃいけないのかすごいですね。そういうことなんですね。え、やっぱりそのスタートでいきなりこういくのは、あれ、レースクイーンをやるためになんかいろいろ指導というか心がけ、これは絶対気をつけろみたいなのあったりするんですか。これは絶対気をつけろ、太れない。あ、まあそうだ、スタイルね、スタイル維持、自主的っていうよりも言われて衣装が入らなくなっちゃうところまではいけないですかね。厳しい。あ、そういうことなの。大体お腹出てる衣装が多いと思うんで、測って作るので自分に合わせて、途中で太るとサイズ感が変わってきちゃう。太ったなってすぐ分かっちゃう。バレちゃう。そう、バレちゃいます。写真に残る感じで、お昼ご飯とかも全然食べれなくて、お腹が出ちゃうから、そうなんだ。レース中は全然食べてないです。あ、そうなんですか、はい、じゃあもうよくね、あの傘持って横立たされてなんだよみたいなのがもうめちゃくちゃムカつくでしょ。いやレースクイーンいいよな、してるのに、レースクイーンはいいよな、可愛いだけで傘持って立ってりゃいいんだからみたいな言われるの一番ムカつくでしょ。そんな簡単じゃないし、結構体力ある子は多いかもしれないし、だって当然ね、今それぞれそう所属のチームですか、はい、自己紹介の時言ってましたけど、うん、そこに勝ち抜いて今年私はやるんだって、勝ち抜かなきゃそこいけないですもんね。ご縁があって選んでいただいて、ご縁があって、言い方も大人だよ。クイーンっていうのは職業になるんですか。そういうことになるんですか。そうですね、年間の契約になるので。なるほど。じゃあ今年レースクイーン、来年違うってこともあるわけですね。ありえますね、所属できなければ、はい、厳しい世界ですね。結構厳しい世界だな、うん、じゃあもうやっぱり私は勝ち抜いたんですよっていう、このやっぱりあるわけでしょ。ドヤ顔で傘さしてます。あの子落ちた子ね、私勝ち抜いてるからありそうだ。本当ですか、みんながこうやるあたり絶対ある世界ないわけない。それは立ち上がってますか、自信を持って。すごいですね、うん、いやでもそれぞれが、まあ、みくちゃんの方で配信してくれて、うん、まあ、いつもこう、ね、みんなファンの方がたくさんいるということで代表で来てもらってますから。そういうことですよね、頑張ってます ね、はい、ね、それぞれどういう配信をやられてるんですか。どういう配信、はい、私は、はい、月曜9時、はい、毎週月曜9時と毎日朝7時半から早っ早起きが得意なんで、ちょっと枠自分で勝手に作って、でそこでライブ配信待ってます。月9にぶつけてきたそうです確かに名残でそうです、月9と、そうですね、朝7時半から。毎朝やってるんですか。そうですね、でもその時はあのミクチャーでのラジオ機能があるじゃないですか、はいはいはい、ラジオ機能で顔とか半分とかでも、あ、こんにちは、あ、おはようございますみたいな。なるほどね。あ、朝はちょっとすっぴんってとか、後ろの画像を変えてどうにかして、あ、なるほどね。いやでも嬉しいですよね、寝が、あの寝起きの顔とか、こうね、眠たい声とか。毎日やるっていうのがまたやっぱ大事だったりするってことですか。続いちゃってやめるにやめないところもありますけど。あ、でもそれ責任感だけ結局やめますからね、すごい。どんなのやってるんですか。私はちょっとまだ始めたばっかりで、まだ不慣れなんで、はいはいはい、昨日まで、あの、なんていうんですか、はい、スタジオとホール、はい、あれがめちゃくちゃ響いてるみたいな、みんなにはエコー機能がめちゃくちゃエコーを聞きながら喋ってましたと。でもそういうのも教えてくれたりするわけでしょ、見てる人たちが。あ、そうです、響いてるよみたいな。こうした方が平気なんじゃないみたいな。そうです、とかなんかめっちゃ下から煽ってるけど大丈夫位置が悪いって心配してくれてるんですね。
ほどね。でもだから聞きましたもん、まだ始めたばかりだけどここ来てるってことは、本当だ、始めたばかりなのに私人気出ちゃってるんですってことですから、ね、そういうことですよ。そういうことか、大型新人が来たような感じ、大型新人が呼ばれないですよ。だ確かに、そうご縁があって便利な声だな、いい言葉ですね、ご縁があって、ご縁ですね、いいな、ご縁欲しい、ね、ご縁欲しい、ご縁玉渡されるだけだよ、いるけど、いるけど、ね、ご縁もいるけどね、いるけど、あ、そうなんですね。じゃあまだ不慣れなところも全部見せつつ逆にやってるってこと？そうです、もう雑談というか、ああ、そういうところまた良かったりするのかもしれないね。そうです、教えてあげたいって、ね、あ、そう、いいですね。ちなみにどういった藤宮さん？私はもうプライベートで友達が全然いないので、もう誰かと話したくて仕方ない時に配信やってみんなと話して寂しい気分を持ってます。それはそれでちょっと別のとこ掘り下げたくなりますね。全然いなくて、誰か飲み行こう、飯行こうみたいな、そんなにいないってことですか？あんまりないんで、基本引きこもりなんで家で配信してお酒飲みながらみんなと話したりとか。あ、でも意外とね、視聴者が友達、なんか派手な世界かなと思いつつ実はそういう人も多かったりするんですよ。めちゃくちゃ地味ですよね。だって豆じゃなきゃできないし、そう、ねうん、基本的には毎日のように配信をやってるんですか？私は毎日やってます。私はちょっと夜も早く帰れたりとかした時に、でも寂しい。寂しい。何なんですか、三段落ちで選ばれたわけじゃないですよ。慣れてますよ。いらないんですよ、そのタイミング抜群でしたよ。上手だ、あ、でもじゃあそうなってくると、毎回見に来てくれる人がやっぱ決まってきたりして、で、定番の求めてきたりってことか。そうですね、ううなんかファンクラブみたいなのが肉茶内であって、はい、そこに所属してくださってる会員の方とかがよく来てくださってますね。それ配信始まるよってなったら始まったようなお知らせが、あ、なんか通知で来るわけですよね。フォローっていうか、まあ、ファンになったらあります。毎日楽しみになってくるでしょうし、そうですよね、3日になりますよね。通知来たらよし始まったってみんながなるわけですよね。はあ、だ、迷惑な時間とかに急に始めたりするんでしょ。寂しい時間だ、寂しいって言って、うん、夜中とかにやりましょう。絶対やるよ、酒飲んで今日寝れねえなっつって配信始めたっつって、ね、2時3時はい、でもそんな風に始めても来てくれてその人と喋るっていうのが楽しかったりするわけでしょ。そうなんですよ、だからやめられないんですよね。いやでも配信は新しい世界に始まってますね、もうね、我々が知らなすぎるだけで、確かにお酒飲んでいいんですね。そうです、あ、確かにお酒好きなんですよ彼女。そうなんですよ、ちょっとなんか、ね、ちょっと興味出ました。でもすぐサボるんでやらないですよ。そうなんですよ、一緒に飲みながら配信します。いや、ちょっと私寂しくないんで大丈夫。誘われてんの。おい、初めて友達できたかもしれないのに今。期待したのに、ね、寂しくないでガンガンただ飲むだけなんですよ。やっぱり私は画面越しに皆さんと一緒に飲みます。へえ、面白いですね。なんか定番のやってることとかあったりするんですか、配信の中で。これは必ずやってます、まあ、お酒飲んでるとかね、うん、それもあれですけど、メイクするとこ見せたりとか、そんなはやってないですか？私朝の7時半からの配信は、うん、はい、そのざっくり得たニュース情報だったり、ざっくり得た気象情報を言ったり。うわ、でもいい、それいいかもな。今日だいたい晴れですけど、帰りは傘持った方がいいかなみたいな。まあ、間違っててもごめんなさいみたいな。支度しながらとかでもじゃあ見てくれれ、ね、聞いてくれれば、耳だけっていう方も結構いらっしゃいます。7時半なら絶対それ必要な情報だもんね。仕事行く前に間違ってたらごめんね。いいアイデア、いいアイデアだね。そんな感じで、そんなのあるらしいですよ。どうですか、初心者としてね。私は結構なんか帰ったら、私もいつも酒飲むんですけど、はい、あのお風呂入ってもう寝れる状態にしちゃいたいですよね、はい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 、なんでもうちょっと今日はラジオでごめんって言って切ってお酒、あ、もういつでも寝れる状態にして。なるほど、ね、でもそれはまたプライベート感出てね、確かに確かにファンは嬉しいのかもしれない。そのまま寝ちゃったことないですか？あ、まあないです。でもあのお酒のおかわりを作るときにあのシュワシュワシュワって音が入っちゃって、今おかわり中かなみたいな。確かに確かに、それはそれでいいですね。へ、いや、すごいな、やっぱそういうのがあるんですね。ファンの人はやっぱ身近に感じられるのがいいのかもしれない。確かになんか女性はこう喋ってるだけでなんかいいですよ ね、うん、ね、だから多分レースクイーンの方なんていうのはそもそも男子からすると、うん、ちょっとこうやっぱ憧れの的だし、はい、うこう手の届かない、ね、触れられない存在、はい、うん、
って感じがするのが、うん、お家にいるところが見れちゃうんですよね。それがやっぱまたギャップもあっていいのかもしれないですね、うん、確かにミクチャは配信者とそのリスナーさんの距離近い気がします。うん、だってレースクイーンって普段だどういうお仕事なんですか、一言で言うとというか。チームやスポンサーさんたちの PR って感じです、ね。はいはい、そのレース場ではもちろんですけど、それ以外でもやるんでしょ、はい、いろんなこと。そうですね、イベントあるチームも結構あったりとか。どんなことやってるんですか、そういうイベントありますか、皆さん。私のところなかったですね。じゃあそれはレース会場行って、レース場行って、ファンの人来て、PR して。そうですね、PR です。写真撮ったりとかの時間とかあるとか。あ、撮られたり、あります。はい、そういった時間があって、レースクイーンガーッと並んで、はいはいはい、どこ取りに行くかみたいな相談をしてるのとか見ます。それでじゃあもう明確にこの人気とかが分かるわけですね、じゃあ。怖いね、それ。結構明るい。レースクイーンさんもその人気とかが、人気の世界なんですか？いや、そういうことだよね。そう、めちゃくちゃいる。人がいるところもあれば、へこう並んでないとなんか焦る。そう、なるほど。アイドルです、ね。雨降るのかな、大丈夫かなみたいな。アイドル。いや、そうアイドルよ。だから、ね、うん、アイドルの撮影会とかもそういうのもねあるんですよ。だから、うん、明確に誰がいっぱい集めてるっていうのが旗から見ても分かってしまう。なるほど。同じですね。アイドル的存在なんですね。大変な世界ですね。そう考えるとね。緊張してますね。集合来て。確かに、毎日とかあるんですか、レース。どれぐらいあるんですか、その確かに期間というかね。私のあとついてるレースがスーパー GT っていうんですけど、スーパー GT は全1年間で8戦、8戦8回やって、はい、で週末に土日でやってます。あ、でもそれぐらいのペースで。でも他のレースとかね、私はスーパーフォーミュラってあのフォーミュラーのカテゴリーなんですけど、私は7戦ですね。で、ちょっとスポットでたまに GT の方に行かせていただいたりとか、違ったカテゴリーとかも行ったりするんですけど。忙しい子だとスーパー GT、スーパー耐久とかいろいろ掛け持ちするので、毎週レースに行かなきゃいけないとかも。基本は週末、土日とかに。そうですね。知らないもんね、なかなかね。興味がある。じゃあもう全国各地のレース場は詳しくなってるわけですね。あ、ご当地結構行くので、ね、すごいですね。ご当地グルメとか詳しくなりますか。あ、そうか、そういうのもね。確かに終わった瞬間から食べれますもんね。あ、そうか、レース中は楽しめないから。はあ、そういう楽しみを抱えつつ地方行ったりするわけですね。そう、終わったらビール飲めるって思いながら終わった瞬間ビールもお腹出ちゃうから。パリはめっちゃ酒好きで、ね、ビールの話で急にテンション上がってましたよ。話聞くとさ、相澤さんはお酒飲まないですか。たしなむ程度で。たしなむ程度で。信じられない信じられない。みんな飲むわこれ多分。まさかの全員。じゃあちょっともっとね、あの掘り下げたいなと思いますの で、ね、ですね、ここからもっとですねゲストのいいところをソルティーズのお二人が引き出してくれます。はい、お願いします。よろしくお願いします。予想通りですね、はい、あのソルティーズカメラで、なるほど、あのいろんなところを撮っていきたいと思います。今日は特にいいんじゃない。いや、もう特にですよ。それはもう今日はだってもうポージングのプロたちだ。ありがとうございます。本当にすいません、よろしくお願いします。楽しみですよね。失礼いたします。いや、ちょっとあのね、はい、この2人がですね、うん、皆さんをちょっと撮りますので、はいはい、でもやっぱさ、1人ずつ決めてほしいよね。いや、確かに今回はまず入ってきた時に、あのカメラに向かったポーズあったんですけど、はい、あれちょっともう1回やっぱ見たいですよ。確かにね、なんか、はい、視聴者の方々見たいはずなんですよ。それぞれでちょっと1人ずつ撮らせていただいてよろしいですか。行きましょう、行きましょう、はい、お願いいたします。なんか得意なポーズとかやってほしいですよね、うん、はい、あるでしょうか、ね、得意なポーズなのでちょっとやっぱどういう感じで向かえばいいか。このカメラに向かって、はいはい、見てくれてますんで、はい、本当モデルさんですね、うん、ね、本当だよね。このポーズがチームのポーズなんですよ。へー、あ、こんな意味は。うちの、LED の L で、こっちが2人なんですけど、はいはいはい、こっち側の子はこっちで、こっち側の子はこっちで。なるほどやってます。そういうのがあるな。なるほど。たださっきもこうやってくれてたんですね。そういうことですね。俺なんか一番ってやってアルコホーガンファンなのかな。昔懐かしのみたいな。ナンバーワンのあれもよくやります。そうだね。
手足が長い。ねえ、いやもうスタイル抜群ですね。スタイル抜群です。ずーっと取っときたいですね。ねえ、取っとけるよね。もうちょっとよろしい。行きましょう、ちょっと順番にね。はい、ポン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 行きましょう。チーム、チーム。お、みんなあるんだ、んだやっぱり。緊張しちゃう。え、今チームのポーズは何ですか。これは私はスノコっていうところのイメージガールやってるので、S、スノコの S です。スノコの S です。はい、なるほど、みんなそれぞれあるんです。そのお風呂場のやつじゃないですよね。お風呂場のやつじゃない。あのスノコじゃないです。いや、もしかしたらあのスノコがレース業界に入ったのかなって思って。最後のなんかちょっと緊張しちゃうみたいな顔もよかったですね。いいですね。はい、これが大きな。はい。お、なんだそれは。鬼殺し持ってんですか。違います。なんか今年やってるレースのチームがアルナージュラブリーキャッツっていうグループ名でやらせてまして、猫耳がついてるんですよ。あ、もうコスチュームで、はい、こういう猫。あ、猫のね。猫なんだ。なるほど、鬼殺し持ってるわけじゃない。猫です。猫です。はあ、やっぱっていうポーズが、っていうポーズ。もう撮ってる松村さん。いやいや、だってそのポーズあるけど、はい、知ってるけど、なんだったらちょっと今欲しかった感じ。欲しかったですか、すみません。ピスタチオ。ピスタチオです。いや、今日ソルティーズで来てるから、はい、やめてください。ほら、喜んでくれてる。4年前にすげえ売れたんですよ、俺。4年前って言うぐらい。4年も経ってる。今もだからいいんだよ、それは。ありがとうございます。ちょっと3人一緒みたいな、なんかコラボみたいな。なかなかだって一緒にやることないでしょ。別のチームですね。別のチーム、なんかちょっとやってくださいよ、それぞれのね。すごい、すぐできる。いや、やっぱ決まりますね、なんかね。決まる、これ。かっこいい、いやいや、いいですね。もう松村さん、ニヤニヤしちゃって。ニヤニヤしてますよ。松村の顔撮っといてあげてくださいよ、ほんと。こんなニヤニヤしてさ、ね。ちょっとさ、松村やっぱレースクイーンの方なんだからさ、ちゃんと足とかまで撮ってあげて。ちょっと顔面だけ撮っちゃってるから。全身よ。わかるけど。小沢さん、何してるんだ、あれ。ちょっと待って。ちょっとあの後ろであの望遠レンズで撮ってるカメラ構造いらないからさ。小沢さん、はい、小沢さんのことなんてカメラ向けてないんですよ。誰、あ、そうだったんですか。すいません。後ろでそのちょっとボケたくて現場の金子さんいらないんですよ、ね。先生、いいね。あ、でもめちゃくちゃいいんじゃない、これ。めちゃくちゃいいね。どうですか。いいですね。カメラ撮り行く気持ちわかりますよね。そうなん、なんかこう目をずっと見てるんです僕、はいはい、で足もすごい見てるんですけど、はい、ここ見てるからあんまりエロく見えないです。確かにね、うん、言い訳できるね。じっくり見てるのにそんなに見てる感じがしない。そうなんですよ。で僕この画面見てないですからね、生で見てますから。いや、ずるいやつ。いや、素晴らしいですね。ありがとうございます。いや、いい、めちゃくちゃ綺麗。撮られることには慣れてくるんですか。あ、そうかもしれない。自然とだんだん最初はちょっとなんか緊張するんですけど。あ、やっぱりあるんですか。カメラ見つけちゃいますね。あ、撮ってると思って。こうやったり撮ってくれてるならサービス嬉しい。3人とも、じゃあみんなでって言った瞬間、片足全然出る。この片足やっぱ出る。立ち姿がやっぱりね、すごい綺麗。普段やってる3人ではないですもんね。そうです。一緒にとかは。え、初めましてですか。ほぼ面識はあってってお話。ちょっとゆいぽんも足こう出すやつ。だからさっきやったじゃないですか。もうさっき並んだのに。すいません、ゆいぽんも入れたのってもらっていいですか。前に出したり、ちょっと前出して黒すぎみでね。いいよ、いいよ。外れたらこっちでもいいし。はい、あ、いい、あ、いい。みんなやってんじゃん。何これ。そうしたら俺もやんなきゃいけない。スタイルいいから。そうね、俺も割とスタイルいい。足長いから。46歳の中じゃいい方でしょ。なるほどね。これをヒール履きながらやると大変ですね、本当にずっと、ね、体力いりますね、やっぱりね、うん、意外とタフな子が多い。そうですね、うん、まあ、どうぞ座っていただいて。ありがとうございます。なんかスタイル維持とか特別なこともしてたりしてるんですか。ね、それぞれちょっと聞きたいですけど、うん、皆さん、私も聞きたいです。皆さんどうなんですか。私は水を毎日2リットル絶対飲むように。やっぱ水いいんだ、水飲むのって。それは自然と飲めるんですか。無理にでも頑張って飲まないとっていう。あ、でも最初は結構苦しかったんですけど、うん、めちゃめちゃお手洗いも近くなっちゃうので、うん、でも今はもう結構一気に500とかなら、500ずつとかでも健康。食事のたびにもちゃんと水飲むみたいな、そういうこと。そうですね、夜はまあちょっとあれなんで。酒ばっかり飲んでんから。昼間までは
そう、昼の間に朝方二日酔いのあれを冷ますために水激飲みするわけじゃないですよね。そういう日もまあなくはないです。水を飲むようにしている。必ず2リットル。水やっぱ大事なんですね。水、うん、やっぱ肌が結構変わった感じ、肌荒れとかがしにくくなりました。水ですね、飲もう、ね、うん、おります。なんか私もすごいお酒を飲むので、もうむくみとか水分を出さなきゃいけないから、スーパー銭湯に行ってサウナに行ってもらう汗を流して。いや、なんかわかんないけど全然健康的には見えないでもサウナ、私今サウナに興味あって。サウナーですか？サウナーです。サウナいいよ、俺もサウナ大好きだけど。サウナ整ったことありますか？いや、整ったがやっと俺世間に広まったと思ってるよ。俺整いたいんですよ。みんな全然分かってない。サウナ行ったことないの？ないんですよ。一緒に今度行けばいい。あ、ぜひ一緒に、うん、あ、ちょっと大事な、すいません、断るの毎回断るの。いやでもすごい、なんかちょっといろいろ聞けない話がね、面白かった。まだまだ聞きたいですけど、ちょっと時間もなくなってしまうので、はい、それぞれ告知などありましたらちょっとぜひお願いします。私から、ごめんなさい、月曜9時21時から、毎週月9愛沢研究所っていう名前をつけて配信をしております。ぜひ研究された明日もありますかね。明日もあるのでぜひ来てくださいっていうのと、あと7時半から、朝7時半からもやってるので、よかったら来てください。で、配信いいなって思ってくださった方、ファンクラブにもお願いしますっていうのと、配信イベント、配信オーディションゾクリっていう、あとホラーオムニバスドラマで、この前先日ちょっとオーディション1位になりまして、出れることになったので、よかったら3月リリースなので楽しみにしててください。よろしくお願いします。はい、どうぞ。はい、私は明日8時から、ミックス配信しようと思っているので、皆さんぜひ遊びに来てください。あとはちょっと特にないんですけど、これからも応援よろしくお願いします。いいね、さらっとしてていいね。レースとお話変わっちゃうんですけれども、バスケットボール雑誌のダブドリという雑誌でコラムとグラビア連載必要になってます。書店で、はい、大好きなんです。売ってるのでスポーツコーナーでぜひチェックしてみてください。はい、あと寂しい時に配信するので、皆さんぜひ見に来て私に構ってください。よろしくお願いします。いいですね。いや、こんなにそれぞれ色の違う3人集められるもんなんですね。すごいですね。面白いわ。まあ、レースクイーンとして今は、ね、来ていただきましたけど、多分皆さんそれ以外の、ね、活動もきっとこれからまた広がっていくでしょうから、はい、ちょっと活躍期待しておりますので、ありがとうございました。ありがとうございました。ゆいぽんもやりましょうね。配信やりましょう。配信ね、すぐサボるんでね。そうですね、はい、お酒飲みながらならちょっとできそうです。酒飲んで配信してもいいということが分かりました、うん、いい配信、非常に希望のある放送だったと思います。はい、ということで皆さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。もうちょっと時間あるわ、はい、あ、でももうあと10秒だ。はい、あとでなんかいつの話しかかるので、まだまだね、はい、また来てください。はい、はい、それではまたお会いしましょう。バイバーイ。